MG 小太郎とエール正野、笑う門にはグリーンズ。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日もありがとうございます。ありがとうございます。気になる縄文おじさんからのあれ、縄文おじさんね、その、はい、ちょうどね、新潟で縄文イベントっていうのをね、はい、1泊2日でやってきて、で僕らは延泊したんで、その縄文のねガイドしてくれた縄文おじさんが、まあ、翡翠職人ですね、今田さんという方なんですが、翡翠の宝石の加工をしてるね、はい、山田さん、その縄文寺さんという方がね、うん、ガイドでついてくださった方が、まあ、はい、遠泊でいろんなね、まあ、僕らに付き添ってくれて一緒に遊んでくれたんですね、はい、だから3日間新潟のね、うん、堪能してきて、うん、でその縄文おじさんがすっごい面白くて、うん、で縄文おじさんというのは40歳の時に縄文人宣言というのをしてですね、はい、うん、もう縄文ライフを始めたわけですね、うん、はい、もう10年以上ですか。で、うん、で今56ですから16年ぐらいね、うんうん、でもう本当に、うん、あ、縄文の人ってこういう感じの人かなっていうね、うん、すっごい子供心あふれて、うん、56歳なんだけど、はい、なんか小学生の高学年ぐらいにしか見えないわけ、雰囲気が。なるほどね、うん、なんか子供の時の感覚を思い出してきて、うん、もう俺もすっかり大ファンになっちゃったんだけど、はい、でそのまあ縄文を研究もしてるから、うん、その縄文のね、研究してて、うん、で当時のね、はいはい、縄文遺跡から宝石の翡翠が結構出てるのね、うん、でそれ調べると全部新潟の、糸魚川の、うん、さんの翡翠なのね、はい、だからその縄文時代っていうのは実は新潟の翡翠が全国に交易があって行っているっていうことがまあ分かってるんだけど、青森のね、世界最古の日本最古の文明と言われてる三内丸山文明ね、遺跡ね、そこにも新潟産の翡翠が出てるわけ、はいはい、でその海洋ルートで海で新潟からね全国に行ってたんじゃないか、青森まで行ってたんじゃないかっていう説もあるから、山田さんがもう実地で、はい、山田さんは試さないと気が済まないタイプなので、さすがです。学問じゃなくて、ちゃんと体で実証してみるっていう、自分で体験型のですね、うん、体当たり型の縄文人ですから、リアルな感じですね。そうそうそう、カヌーでですね、新潟から青森まで、うん、行ってみたらしいのね。すごいですね。で、うん、やっぱり嵐の日とかもあるしね。そうですよね。その寝てたら寝ている間にどこに箱を連れ去られるか海で分かりませんし、確かにご飯も食べなきゃいけませんから、うん、まあ、毎日その寝るときは岸につけて、うん、その海辺でテントを張ってまた翌日から向かうっていう生活をね、うん、それで青森に行ったらですね、うん、はい、どうなったかというと、うん、その毎週2回死にかけるようなね、過酷ですね、大変な過酷な日々となったらしいんですよ。うん、いや想像もなってきない。週2で死にかけるっていうのが、なかなかね、なかなか現代人はいないですね。ないですね。週2で生きるか死ぬか、今のこの時代ではね、うん、毎週2日で、はいはい、生きるか死ぬかっていう、もう生きてるか死ぬか分からない状況に追い込まれるって、ね、自らしかもね、そこにチャレンジしてるんですよね、うん、すごい過酷ですね。ねえ、もう、はい、なるほど。そんな中、ね、海を渡って、うん、チャレンジ、なるほど。でその山田さんは、はい、まあ、その前も言った通りね、うん、神様っていうのは敬うものであって、うん、願い事をするもんじゃないっていうのが山田さんの信条なわけ、うん、でもさすがに海の中で、うん、もう人間としてね、やれること全部やった上で、うん、もう生きるか死ぬかという状況になってると、うん、
どうしてもね、神さ、最後は神頼みになるんだって、やっぱり。ああ、もうなるほど。うん。うん、もう人知を尽くしすぎて、うん、尽くしきってるから、もう天命を待つしかない。うん、神にね、神に天に仰ぐしかないみたいな、ね。なるほど。もう本当にそうなっちゃうわけですね、そう。なっちゃうんだって。うん、で、般若心経とか、うん、まあ、いろんなね、マントラとかですね、うん、いいと言われてる、その、スピリチュアル的なですね、うん、こともありとあらゆるものを試して、うん、状況が変わるのかっていうのをね、うん、試したそうなんですよ。なるほど。うん、週2回死にかけますから。2回。もう一回、そう、自然とそうなっちゃうけどね、もう神に頼むしかないような状況になってしまうけど、うん、頼むしかないんですよ。うん、なるほど。で、うん、ありとあらゆるね、マントラを唱えて、うん、何が一番効果があったのかっていうのをですね、山田さんが教えてくれたんですよ。貴重な体験ですよね、それはかなり。うん、なかなかとかね、で、その答えを聞いたとき、うん、はいはい、なるほどねと思ったのね。お、あ、合点がいった的な感じなんですね。合点がいったね。合点がいったね。改めて言いましたけど。合点がいったなんか。あれ NHK とか。もう合点がいったっていう言葉、ちょっと初めて使ったかもしれないですけど、ね。そんな感じはしません。合点がいったってなかなかね、言う機会ないから、ね。まあ、江戸っ子でもないです、ね。まさかもう合点がいったってさ、はいはい、飲み会とかで言ったことないでしょ。言ったことないです、ね。僕多分。言ったことないでしょ。過去一回あるかないかぐらいだと思います。多分何かのノリで言ったか。あるかないかあっても。合点がいったって言うことないよ、ね。まあ、確かにね。僕もよく出てきたもんだなと思いましたね。よく自分で。まあ、合点がいったわけですね、でも。ちなみにマサ君は ここまでのヒントと、俺はそれを答えを聞いたとき、はいはい、あ、なるほどとすごい腑に落ちたわけ。なるほど。マサ君は、うん、なんだと思う？アーメンっていう手もあるいただきますかもしれない。いやいや、なんかもういらない。アーメンかもしれないし、いただきますかもしれないし。なんかわかんないけどね、いただきますね。うん。うん、ありがとうございますかもしれないし、ね。それはなんかありす、ね。感謝しまーすかもしれない、ね。それ誰でしたっけ、忘れてた。あとはね、その、ひとりさんだった。般若心経かもしれないし、ね。ああ、まあね、うん、なんか、僕が今、うん、アイーンかもしれない。アイーンに足見だけ。いろんなマントラがあるわけですよ、ね。アイーンもマントラなんです、あれは、うん。マントラだったんだね。うん、ダフンダーかもしれない、ね。待って、ギャグじゃないんですか、あれは教えだったんですよ。なんか、すごい、だとしたら。マントラですよね、マントラ。だとしたら、すごいですよ、志村さん、うん、やっぱり。マントラ、マントラ。自然と僕らマントラを笑いながら唱えてたわけですね、うん、じゃあ。あれちなみにね、ダフンダーっていうのは、はい、志村さんと一緒に食事してたね、すごい偉い人が、はい、くしゃみした音が、志村さんにはダフンダーって聞こえたんだって。あ、そうなんだ。うん、で、それでね、ダフンダーが生まれたらしいのね。じゃあ、偶然の産物というか。うん、そんなことはどうでもいいぞ、今日は。僕も、まあ、合点しそうになりましたけど、今急に。すごい、でも、ちょっとね、確かに言われてみると、そうかもね、クイズの答えを待ってる人がいるわけですもんね、今。そう、僕が思ったのはいいですか、うんうん、多分あり般若心経とかもやって、うん、のもナマステかもしれない、ね、ナマステ挨拶だ、挨拶多いね、うん、挨拶ってやっぱり奥が深いね、大事ですよ、ね、うん、まあでも挨拶も大事かもしれない、 You can do it かもしれない、ね、それオバマ大統領ですね、うん、懐かしいですね、もうちょっともう9年ぐらい前かな、 You can do it ってナイキだったんじゃない、それは Just do it、 You can do it って Just do it か、 Just do it、 You can do it は Just do it がYes, you can do it ってないね。オバマ大統領、Yes, you can, Yes, you can. Yes, we can じゃない？ We can. Yes, I can. Yes, you can, we can かも、ね。なんか、そんな雰囲気。You can do it はただの例文でしたね。英語で。英語の教科書のあれですよ、ね、励ましの言葉です、ね。うん、誰の言葉ではなかったです、ね。I have a pen かもしれないよ。I have a pen。そこでペン持ってても。何が一番水で。神の水で天を持ってても力にな、何が一番、はい、力が出てきたと思う、山田さんは結局ね、週に2回死にかけれるわけだけど、生き延びたわけ。生き延びて青森までたどり着いてるわけ。だから、3ヶ月かかったらしいよ。いや、その中で週2回。3ヶ月、うん、週2回死にかけるんだから。やばいですね。それを生き延びたわけだから。で、それを教えてくれたってことです、ね、どうやって奇跡を起こしたか。うん、どうやって奇跡を起こしたのか。多分、この答え、思う、うん、回答を言っていいですか？考えて、うん、考えました。
って、うん、言いました、ね。ワンじゃないからね、ワンじゃない。犬じゃないからね。ワンじゃないからね。ワンではないと思う。ワンではない。じゃないよ。クーでもない、その猫、どっとこじゃないよ。クーとかね、簡単な感じで、こう、なんか、ビール飲んだのかな、その時。なんかわかんないけど、喉越しが良かったんでしょうかね。まあ、あれですけど、僕が思うのはですね、うん、多分、いい意味でも諦めて笑ったんじゃないかなと思って。もう出会う、なんもできない、もう、なんか、ある意味、もう、いい意味で無力感になって笑って、うん、どんな風に笑ったの？いやもう大の字になって、うん、どんな風に笑ったのみたいな感じのなんかこうもうすっごい大きい声多分笑ったの、うん、なるほどね、ある意味すごい境地になったのかなっていう気はしましたけど、なるほどね、どうなんですか？回答は、気になる回答は、回答はね、はい、あのね、はい、これはね、はい、絶対当たらないクイズだったんだけど、なるほど、正解はね、はい、やっしょい。え、それは当たんないですね。やっしょい。やっしょいって何ですか？やっしょいって初めて聞きましたけど、合点ぐらい初めて聞いたこととは言った言葉ですけど。正解はね、やっしょいな。やっしょいって何ですかね？やっしょい、やっしょい、やっしょい、やっしょい。やっしょいって何ですか？まあ、こういう言い方じゃないと思うけど。だって、まっしょいか。ちょっと、縄文人さんにどういう言い方だったのかっていうのは、ちょっと俺も聞きそびれたんだけど。フレーズだけだった。まあ、言葉としては、やっしょいが一番力がみなぎってきたんだって。へ、いろんな人から守られてるっていう気がしてきたんだって。え、やっしょいだって、力が湧いてきたんだ。へ、あ、そうなんだ、うん、やっしょい、そう、やっしょい、やっしょい、そう、お祭り感が出てる、やっしょい、やっしょい、お祭り感がすごいあるけど、あのお祭りでね、はいはい、新潟でその、うん、これ何かって言ったら、はい、縄文人さんが住んでるね、あの糸魚川の、はいはい、あの喧嘩祭りの掛け声がやっしょいな、わっしょい、わっしょいじゃなくて、糸魚川のお祭りはやっしょいなの。あ、そういうことなんですね、うん、で、どういうことかって言ったら、そのやっしょいっていうのは、うん、あの縄文おじさんが子供の時から馴染んでいて、うんうん、一番やる気が出てきて力がみなぎる、あ、縄文おじさんにとっての子供の時から根付いている元気が出る言葉なわけ。なるほどね、うん、で、そのいろいろ試した結果、うん、縄文おじさんにとって一番力がみなぎって生きるか死ぬかっていう時に、うん、なんかそのこのね、やっしょい、やっしょいっていうのが、うん、その子供の時から自分に根付いている一番自分が元気が出てくる言葉であって、うん、なるほど、でそれはそのやっしょいっていうのは、うん、文化的な歴史的な背景が縄文おじさんにあるわけ、うん、なるほどね、うん、まあ、思うようなものでもあるんです、うんうん、それがやっぱりギリギリの時に自分に力を与えてくれた言葉だったらしいのね、うん、なるほど。で、週に2回死にかけるような過酷な状況の中をなんとかね、うん、生き延びて3ヶ月かけてね、うん、青森までカヌーで到着したわけ、そうなんですね、うん、で、その縄文おじさんと話してて、その縄文おじさんとね、話してて、うん、あの新潟のね、まあ、縄文おじさんっていうのは翡翠、宝石の石のね、翡翠の加工職人さんでもあるんだけど、うん、それで、うん、そのいろいろね、その、うん、まあ、ダイヤモンドとかルビーっていうのは、うん、宝石として世界的に人気があるんだけど、はい、宝石の翡翠というのは、うん、まだまだそのダイヤモンドとかルビーとかほどはね、うん、その人気がないわけ、うん、確かに、まあ、でその価値をね、うん、その高めていきたいっていう時に、うん、そのまず日本人のね、うん、その縄文という素晴らしい歴史が、うん、文化背景が日本には縄文時代というのがあって、うん、その縄文の人たちがですね、うん、宝物のように大切にしていた翡翠っていう、翡翠という石には、うん、物語があり歴史があり、うん、背景があるわけ。なるほど。だからこそ、うん、日本人が原点回帰する一つのね、うん、象徴として翡翠というのをもっとね、うんうん、日本人が原点回帰するときの一つのきっかけとしてね、翡翠というのをもっとね、日本には過去にこういうね、
日本人の源流を培ったその縄文のね、うん、頃のその日本人が大切にしていた宝石として翡翠をね、うん、あの盛り上げていきたいということで活動しててね。なるほど。それはそのやっぱり文化的背景っていうかね、うん、歴史的背景があるものこそ、うん、その人にとって一番の力になってくれるっていう、うん、まあ、そこはねなんかすごく感銘を受けたよね。確かに、うん、なんか逆に言うと誰でもやっしょいでいいわけじゃないってことなんですね。そう、誰でもやっしょいっていう、うん、言葉っていうよりも背景が大事です、物語が。そう、背景、うん、自分にとっての、うん、背景や物語が自分に力を与えてくれる、うん、例えばね、これ前も話したけど、その蜂に刺されて300箇所刺されて平気だった子供がね、うん、そのいて、でなんで300箇所も蜂に刺されてね、まあ場合によってはもう死んじゃうような状況の中 で、 そ、 で、ね、うん、その小さいお子さん300箇所蜂に刺されて平気だったかというと、うん、刺されてる時に、うん、もう自分がね大好きな漫画のドラゴンボールの大好きなベジータだった、うん、僕はベジータだと思って、うん、ベジータってめちゃめちゃ無敵な、うん、そのスーパーサイヤ人っていうキャラだから、うん、そうですね、そういう彼にとっては、うん、ドラゴンボールっていうのがすごい文化的背景のある物語なわけ、うん、でそれがそういうギリギリの時に力を与えてくれるんだっていうのと、うん、まあ同じだよね。そうですね、うん、あ、思いが強いですもんね、そこに対する。やっしょい。やっしょい。いいですね。やっしょい。じゃあ逆に僕らはそのちっちゃかった頃とか、そういう頃の言葉だったり、そういうものを、まあ、それこそなんか力になるのかもしれないですね。なんか、祭りとか、地域のものとか。うんうん、で、俺、そのグリーンズっていう名前にね、つけたかった思いはいくつか理由もあるんだけど、はい、うん、ね、まあグリーンズ、グリーン車が似合うようにっていう表面的な理由もあるけど、表面的なね、うんうん、やっぱりその、うん、屋久島に行った時に、うん、すっごい透明な綺麗な水の美しさを見た時に、うん、もう飛び込んでね、うん、なんかすごい懐かしい気がしたわけ。なるほど。で、すごいその屋久島の美しい緑に触れた時に、うん、その懐かしい気がして、うん、でその緑というのは、うん、宝石の翡翠の緑とも俺の中ではつながってるグリーンなんだよね、うんうん、でもう一つそのまあ俺のね先生の一人がその、うん、地球が本当に美しさを取り戻した時に、うん、この星は青い惑星じゃなくて緑の惑星っていうふうに言われるでしょうって言ってたのね、うんうん、でそれは屋久島で行った時にそうかもしれないと思って、うん、本当に水が綺麗な時って、うん、すっごい美しい緑だから、うん、屋久島で分かったから、うん、でそれでその屋久島の海綺麗な緑に触れた時に、うん、なんか生まれる前の感覚をちょっと思い出したっていうかね、生まれる前の感覚がその俺にとって美しい緑であり、うん、その翡翠の宝石の緑なんだよね。うん、なるほど。うん、だからそのグリーンっていうのも自分のそういう背景がある色なんだよね、うんうん、なるほどね。深い、なんかそれを聞くとまたなんか響くものがありますね。なんかすごく奥に響くというか、うん、だからなんか正解って実はね、うん、どんなにそのすごい先生がこれが究極のマントラだって言ってね、うん、誰かすごい先生が言うことも確かに一理あるけど、うん、本当の自分に力があるのは、うん、自分がしっくりくるものとか自分の背景にあるものが、うん、やっぱり一番自分に力を与えてくれるっていうかね。うん、そうっすね。確かに、うん。それめっちゃ深いっすね。なんか、ついつい、まあ先生は、逆にそう、先生は、その先生が言ってることで多分感動とか体験があるから伝わるってことですよね。うん。その教えてくれる先生にとっては、うん、それが本当に真実なんだけど、うん、真実は人の数だけあるっていうかね。そっかそっか、うん、その人の本当に力を与えてくれるのは、うん、なるほど、その人の背景だったりね、うん、歴史だったり、うん、だから俺にとってこの星のドラえもんになるっていうのは、うん、ドラえもんが大好きだからね、うん、その
小学生の時から大好きだったから、うん、やっぱり未来4次元ポケット、俺異次元につながってるっていう、うん、ポケットにすごいワクワクするわけ。なるほどね。異次元っていうのは、うん、やっぱり宇宙だからね、うん、確かに、うん、俺子供の頃から宇宙の太陽系の惑星とか土星とかね、うん、宇宙の土星っていうの好きだったからすごい惜しい惑星ですもんね、土星がね。そうだからその4次元ポケットっていうのが俺の文化的背景で、うん、もう小学生の時のときめきポイントが、うん、異次元であり宇宙なわけ。なるほど、うん、あ、いいっすね。なんかそこまで、さらにそこも聞くとまたグッとなんか来ますね。その翡翠さんが言ってくれてるそのドラえもん、この星のドラえもんっていうのも、うん、なんかそういう意味では僕もそうですけど、聞いてくれてる人もちっちゃかった頃好きだったこととか、うん、そういうものを改めて振り返ってみたりとか、まあ、もしくはね、今日誰かに聞いてみたりとかね、うん、でいいかもしれないですね、うん、その原点のような思いというか、そこにもうなんか思い出したことあるね、そこの、ね、すごく今の、うんうん、ありがとうございます。そういうね、うん、自分のね、うん、よっしょいよっしょいびっくりしたよ、急にどっか誰か違う人入ってきたことよっしょいよっしょいびっくりしたよ、誰かとあよっしょいよっしょいマジでびっくりしたよ、誰が入ってきたの今の、俺、別に今の俺言ってないから、今。なるほどね。いや、やっしょい精霊たちが、ね、今の、やっしょい精霊。びっくりした、やっしょい精霊。結構、わかりやすいですね、やっしょいって言ってくれるから。そう、やっしょい精霊。自己紹介みたいな感じです。いや、ね、これ、その、やっしょい精霊ってね、はいはい、新潟いますからね。いや、まあ、でも今の話聞くと、いますね、きっと。いる？いる、普通にいるから。いますね。やっしょい、やっしょい。なんか、やっしょい、ジブリとかに出てきそうな、なんか。はい、やっしょい、やっしょい。ちょっとテンポが変わるからね。合間に、はいが入る。やっぱり、なんか気持ちいいですね、聞いてて。あのね、お祭り感が出ますね。お祭り感ね。お祭り感、ありがとうございます。まあそういうお祭りじゃないと思うんだけどね。大体多分できてる。客色入ってる。個人的な感想です。もうでもいいですね。一人一人の背景というか物語となるものをね、思い出して。そうだね。うん、そこを大、そこからさらにそれをコアにしていくっていうのは大事なことですね。はい、そうだね。力になるわけですね。はい。ありがとうございます。というわけでね、はい、また明日も聞いてください。はい。MG 虎太郎と。エール正の笑う方にはグリーンズ、ありがとうございました。よっしゃい、出た、よっしゃい、せいぜい、ありがとうございます。